抜き、一方白セカンドユニフォームが水戸ホーリーホックです。今日勝ってホームでの初白星、今シーズン初の連勝なるか。さぬき、2月11日東日本大震災から7年です。選手監督をはじめ会場に詰めかけたファンサポーターもここピカラスタジアムから被災したすべての方に対し哀悼の意を表し黙祷が捧げられます。の見れてると思いますね、はい、さあここで佐々木匠一人で持っていく、うん、佐々木匠が持ち上がる、周りを見て中に送ってこちらにシュートを放つ、シーアナスのシュートだー。2試合連続のゴール、同点ゴール、1対1。息を吹き返した重松のゴール、この笑顔。後半13分のゴール、この重松のゴール、バイアーノが仲間を鼓舞します。いやー、こぼれたところ、この見事な、まずはここで、ね、佐々木匠よく見て相手を引き連れて、そしてスペースのところ走り込んでいきました。そうですよね、非常にコンパクトに振り抜いたシュートだったですよね。人数は水戸の方は足りてましたから、はい、まあ、そういったところで言うと一つ止まる、ここはうまい、うまいですよね。さあ中を送っていく、いいタイミングだ。宮本、マイナスのボール合わせられるか、シュート、素晴らしい、決まった。伊藤亮太郎、代わり端、勝ち越しゴール、2対1。いや、右からでいます。さあここで吉田主審の長い笛、水戸ホーリーホック今シーズン2勝目。過去4年間一度も勝てなかったここピカスタで初白星を挙げました。これで2勝1分け勝ち点3プラスして7ということになります。いや、お兄さん、水戸ホーリーホックはこれで無敗。